キャラクターを選んでください。また遊んでやるぜ。やっと見つけたぞ、究極の破壊神カオスよ。
Yeah, it's okay! それにしても、ほんと久しぶりやね。ああ、まあな。それよりどうしたんだ？飛行機落とすなんてテイルスらしくもない。新型のテスト中だったんだ。伝達系の強度が弱かったみたい。飛行機なら預けといたらトーネードがあるだろう。へっへー。今度はもっとすごいのを考えてんだ。それもあって。ほら。うわぁ。カオスエメラルド。一つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、これをなんとか動力源に使えないかと思ってさ。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるし。ミスティックルインにあるんだ。駅から鉄道で行けばすぐだよ。ソニック、お前はバッターエクマン。いかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクターエクマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるがいい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくは。さもなくだ。どうする？力ずくで奪い取るまでよ。また遊んでやるぜ。口ほどにもないぜ。隙あり。ああ。よし、カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれは、あの時の。
通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグバンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。ソニック、あの怪物はどんどん変身していったら大変なことになっちゃう。エッグマンね、エメラルドを渡させないようにすれば今以上の変身はできないはずだよ。ソニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。上に上がっていけば竜巻の外へ出られるはずよ。It's okay!